ソロモン・アンドリュースソロモン・アンドリュースは、アメリカ合衆国ニュージャージン州のパース・アンボイの医者、発明家である。無動力ではあるが操縦できる気球を、発明した。平べったい形状の機能を傾けることによって、ヨットのように気流の力で操縦しようとする、構想であった。初飛行の機体は、パイロットと乗組員がバスケットの中を移動して、操縦を行った。 1863年6月1日にアエレオンと命名された気球はパースアンボイで飛行した。25メートル弱の3つのハマキ型の機能を持ち、ラダーとゴンドラが装備された。砂袋を投棄することやガスを逃がすことによって浮力を調整した。アンドリュースはリンカーン大統領に手紙を書き、南北戦争でアンドリューの発明を用いることを提案した。 1864年にスミソニアン研究所でデモンストレーションを行うことになった。南北戦争の奇数はすでにほとんど決まっていたので政府は興味を示さなかった。アンドリュースは商用飛行船の製造とニューヨークとフィラデルフィア間の定期便を運営する目的の会社を設立した。アンドリュースの飛行船やエレオンには前後が尖ったレモン形状の機能の形状となった。 紐とプリーでガスを圧縮したり膨張させる装置で浮力を調整した。1866年5月25日、ニューヨークで飛行を行った。2回目の飛行では助手を同乗させて、ロングアイランドのオイスターワンまで飛行した。南北戦争後の経済不況と銀行の破産で、アンドリュースの会社は破綻し、再び飛行することはなかった。アンドリューの、それ以外の発明には、 宝機や樽を作る機械、燻蒸装置、炭造機などがある。本職は医者でパースアンボイの市長を務め、下水道の整備を行った。1959年にニュージャージーにアンドリューの気球の名前を取った会社が設立されて、実験的な飛行船、航空機の製作を行っている。ピコグラム20、トランド、ジョン、ザグレート・ダージェブルズ、 ゼアトラインフスワンドディザスターズクーリエドーバーパブリケーションズハットピコグラム20トランドハットダニエルニリー2007ハイパーブリンプヒストリーありがとうございます